はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあやってまいりました、みんなの大好きコンテンツ、ドルボート GP レースグランプリラウンド5、上野 GP2 月22日開催予定となっております。さあ今回このブーナーネッターウリン密林の野営地からベリナーノ領南までね行くようなレースとなっております。いやこっから広いよね、結構広いよね。これ上からこっち側に向かっていくのかな、こっち側に、いや下からか、下からなのか。結構なんかごちゃごちゃしてるとこだよね今回ね。うん、はい、今回ね初めての方もいると思うので、はい、参加条件一応あるからね、これちゃんとクリアしとけとは言うものの、まあドルボードのねクエストをクリアすれば、はい、いけます。自分のドルボードを所有してること、これが唯一無二の参加条件となっております。まあ誰でも手に入れるよねこれドルボード。うん、まだ手に入れてない方はね、ドルボード、このライドンドルボードのねクエストを、はい、クリアしといてね。まあ内容としてはこちら、この密林の野営地からゴールのベリナーノ領南までに、10分以内にゴールにすればいいというね、そんだけです。ただただレースゲームとなっております。もちろんモンスターもねしっかりね配置されているので避けていこうね。そして報酬、これね今回めちゃくちゃ運営さん取りやすくしてくれてます。うん、いいね。まあ、前回までのドルボードレースの報酬めちゃくちゃ地獄だったよね。とにかく周回しないといけなかった。思い返せばね、地獄のようなねドルボードレースでした。うん、特に始めたての人だとか、まあ以前のねイベント一回も参加してないよっていう方はとにかく周回しないといけなかった。はい、このドルボードレースなんですが、運営さん僕らのね苦しみ分かってくれました。はい、今回こんな感じになっております。ドドン、ベストタイム報酬となんとゴール累計報酬2種類あるんですね。内容としては7分以内にゴールすれば福引券10個、6分10秒だとドルセリン20個、5分40秒だとウェディ GP プリズム、5分10秒だと夢のアクセサリー箱3、1個、1個ってしょぼいな、これ1個しょぼいよね結構。そして5分以内だと福引券100枚、このね福引券はぜひともね、まもなくコインボスがね、新コインボスが来るので福引券は取っておきたいところ。そしてさらにですよ、さらに、さあそしてゴール累計報酬、これ一体どういうことなの。とにかく回数こなせば、誰でも報酬がもらえるようになってます。タイム関係なく、うん、最大5回までやれば全部もらえるんですね。はい、ドルセリン5個、福引券5個、ドルセリン10個、ドルゴーロ火1個、これ火でいいのかな、飛びなのかな、福引券10個となっております。いや楽ちん、運営さんありがとう。ただちょっと内容的にしょぼいけどね。あ、じゃああまりそういうことよな。ドルボードレースはあれですよ、報酬っていうよりはね、もうレースのタイムを競う、はい、ね、フレンドとの戦いですからね。はい、そしてウェディ GP プリズム、はい、どんなものかというと、ドドン、っていうね、なんかあれだよね、ドラゴンボールスーパーに出てくるジャコみたいだよね。うん、あれなんだろうね、まあ、ウェディだだけに海洋生物的な、まあ、ようなフォルムをドルボードを出したかったんだろうね。あんまりかっこよくないけど、あ、まあ、じゃあそういうことにない、余計なことにない、ありがとうございます運営さん。さらにドラゴンクエスト5に思い入れがある方必見。はい、このドルゴール、魔法の絨毯乗った時の音楽ね、っていうね、なんかね、ちょっとね、本当に合ってるかどうか分かんないんだけど、魔法の絨毯のなんかノリがいいね、ポップ的な音楽の BGM のやつだよね。ドラゴンクエスト5ファンにはね、かなりね大歓喜なんではないんでしょうか。しっかりねドルボードレース興味がある方は参加してってください。特にまあドルゴール、ウェディプリズム全く興味ない方でも、福引券はね全部で125枚もらえるので、かなりね取っておきたいところ。もちろん、今までのねオーガプリズムとか、まあ、前回のねドルゴール層を取ってない方はね、この旅人モンジ君からもらえるので、しっかりねこれ周回してくださいね。とはいうものの、これ覇者の心の交換数、これだいぶ下がったんじゃない、そんなことないかな。全部で11個取ればあれだよね、全部取れるよね。まあ1周1個もらえるとしても、11周すれば、まあ、全部取れるってことか。
いや11周きついな。いや11周きついかもしれないな。さらに事前にねちょっと練習したいよっていう方、2月15日からこちらね試しでお試し期間としてレースをね、練習できるので、まあよければねドルボードレースちょっと苦手だよっていう方、まああとルートを覚えたいよっていう方はこのお試し期間にねやってみてはいかがでしょうか。2月15日からです。さらにバージョン 6.4 のアップデート情報でこちらベリナード領南か南だよね、こっちの方に行くってわけだもんね。南で修正があったんだよね。崖からっていうか降りれるようになったっていうね修正があったので、まあそこをうまく使ってショートカットをしないとタイムが伸びませんよっていうところがあるんだろうね。ちょっと見に行こうかな。さあベリナード領南に来たわけなんですが、崖ってどのことなんだろうね。ここなのかな。以前ってここから降りれなかったっけ。ここ降りれなかったよね。降りれたか。まあ、ここのことを言ってるんでしょうか。だいたい町の方だもんねゴールってね。いやこんな風に走らせるから、北から急激に右に曲がってベリナード領南の城下町の方へ行くっていう、ここら辺なのかなゴールが。まあだいたいでもゴールって入り口の方だもんね。まあっていうようなね段差があったので、あそこが修正されたのかな。はい、てなわけでねドルボード GP ラウンド5ウエナー GP が2月22日から開催されますのでね、はいドルボードファン、はたまたドラゴンクエスト5で魔法の絨毯の BGM が大好きだったよっていう方、ぜひとも要チェックや。てなわけで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。